月7日木曜日、7時を回りました。おはようございます、ピーターバラカンです。おはようございます、稲葉智美です。花木ですね。花木、イエイ今日を乗り切れば明日はどうなるかさて、長岡あゆみさんからメールいただきました。先ほどですね、記念日リクエストお願いします。明日8月8日は我が家の結婚記念日です。私から主人へこの曲をバラカンモーニングを通してプレゼントしたいのでリクエストします。もう放送始まる間際なので難しいと思いますが、できればかけてください。実際に曲目を指定してくれたので楽です。ありがとうございました。メリー・ウェルズ、マイ・ガイ、ロバート・プラント、レインボー。これはいい曲だな、本当に。来週末サマーソニックにロバート・プラントが来ます。どうしよう。え、でどういうこと行くかどうかまだ迷っているんです。そっかそっか、良さそうですよね。うん、あのジャスティン・アダムスというギタリストと前話しましたけどね、はい、ガンビアのね、一弦フィドル奏者のジュルデ・カマラというメンバーはすごくいいですから。夕暮れ時ですしね。ああ、ちょうどこれはちょっと 見た方がいいと思いますよ、はい、さて、先ほどツイッターでね、北海道は今日1ヶ月遅れの七夕です。残念ながら雨降りなので天の川は点点点。それと俺たちの66回目の誕生日。俺たちっていうのは誰を指すんだろうね。双子ですか？かもしれませんね。そうか、うん、七夕関係で。とにかくおめでとうございますおめでとうございます。今日1曲目は、明日の結婚記念日だったんですけど、もう一方、やはり明日、夫婦の5回目多分の結婚記念日です。今年の目標は妻の意見を尊重して自分のわがままを通さず喧嘩しないとしたいと思います。お二人は夫婦生活でこれだけは守るとか主義や、ね、長続きの秘訣はありますか？あればぜひ教えてください。私も教えてほしいですあの前にもこれも話したことあると思うんですけどね、誰でももちろん喧嘩とかね、そういったこう気まずい雰囲気になることはあります。それをね、次の日に持ち越さない。寝たらもうそれまで、朝起きたらもう過去のことというふうに、うちはしています。確か女房が提案したことだと思いますけど、僕は大賛成でした。リクエストの曲は暑さを吹き飛ばすような楽しい曲をぜひともお願いします。よし、これでどうでしょう。 The Beach Boys, Help Me Rhonda。 先ほどのリクエストをくれたのは宗村北斗さんでしたね。おめでとうございます。明日ですね。それから今日が誕生日の方、坂本美佐子さんからメールいただきました。人生初のリクエストメールをさせていただきます。許可はいりませんよ。8月7日は主人の55歳の誕生日です。新婚時代からポッパーズ MTV をビデオに取りだめ、ピーターさんのおすすめ CD をかなりの確率で購入し、バラカンモーニングを毎朝欠かさず聴いている彼です。なのにコンサートですぐ近くにピーターさんがいてもチラチラ見ても声をかけられないシャイな人です。もうあのこういうもう何しょうもない おっちゃんですからね。あのいつでも気軽にどうぞ声かけてください。そんな彼にピーターさんから一曲プレゼントしていただけたら間違いなく大喜び。ちなみに好みはビートルズやストーンズ、ソウル、ブルーズなどです。お名前は坂本光弘さんですね。おめでとうございます。おめでとうございます。ビートルズもストーンズもカバーしている、まあ、ソウルとも言える、歌手の曲を今日選びました。アーサー・アレクサンダー、 You Better Move On。 あのマスル・ショールズの映画にも出てくる曲なんですけど、まだ今公開中です。東京終わったかな、あちこちでまだやってます。そして期間限定で大阪のビッグステップというところで今週の土曜日から9日から22日まで30周年となるトーキングヘッズのストップメイキングセンスが上映されることになっています。羨ましい、大きい画面でもう一度見たい映画なんですけど、大阪近辺の方はぜひぜひ、特に見たことない方も傑作のコンサート映画です。ストップメイキングセンス、8月の9日から22日まで大阪のビッグステップというところでやります。その中から Girlfriend is better。 よく考えると土曜日僕も大阪に行ってますね。西成の喫茶店で60年代のシングルをかけてます。
長谷川昇さんからいただいたメールです。昨日、これ昨日いただいたメールですね。8月5日は私の尊敬するドラマージェフ・ポーカーローの命日でした。彼の素晴らしいサンバリズムが聴けるドナルド・フェーゲンの The Goodbye Look をリクエストします。この時期にもぴったりですね。あれこんな曲あったっけなと思ってね、ナイトフライに入ってたんですね。ナイトフライの一つ、あの最後の一つ前の曲なんですけど、正直な話、まあ、最近 CD も通して聴くことって僕の場合はあまりないからね、あの何年聴いてなかったんだろうかって、あの聴いたらあこの曲ねと思ったんですけど、歌詞を、いろいろ見てたらね、なんかちょっと不穏な感じの話なんですね。カリブ海のどこかの島、最初はスティールドラムの話が出てくるからトリニダッドかと思ったら、多分そうじゃなくてキューバ革命がちょうど起きようとしている時の話で、でアメリカ人もう2人ぐらいしかもう残ってなくて、自分もわざわざ自分のためのパーティーをもあの開催してくれることになってるけど、そこで多分ね殺されると思っている、という話だと思うんです。 The Goodbye Look というのはさよならの眼差しっていう、そういうニュアンスですね。では Sources and I'm Casey. Not very much good news today, is there? Well, the babies of your baby. Yeah, I suppose so. So weird things going on everywhere. I don't know. Sometimes it seems that the news organizations choose to disseminate yes sort of weird stuff. Mm-hmm.And I'm sure there must be more sort of uplifting things going on in the world that we just don't get to hear about. There is actually a website. It's called like goodnews.com or something like oh, really? that. And I tried to get some news from there, but it's, uh-huh. it's boring. You shouldn't say that. No, I'm serious. No, I know what you're saying. News nowadays, it's I'm going to be honest with you. It's for you know what's called sensational. Yeah, you know, yeah. Just trying to get your attention, to get people to listen, to get people to listen to the radio, watch the TV. Mm. So it's almost news slash entertainment. Yep. No, I understand totally. Mm-hmm. But would you like me to pick some different stories? You know, maybe. No, you're doing fine. Sure, I'll find more optimistic things. No. It's hard to find, though. I'll try and find some way of commenting on something. All right, thanks, Casey. We'll see you at 9 o'clock. 先ほどのドナルド・フェーゲンの ナイトフライ の中の Goodbye Look という曲について、Twitter で書き込んでくれた方がかなりいますね。皆さんあの曲が好きなんだ、で僕は嫌いじゃないですよ。ピーターさんが忘れていたのは意外っていう方もいましたね。失礼いたしました。さて、東雄一郎さんからちょっと長めのメールなんですけど紹介したいと思います。 CD よりもアナログ版の方が明らかに音がいいというような話がしばしば出てきていますが、僕も全く同感です。 CD とアナログ版両方持っているもので聞き比べてみたことがあるのですが、同じ音源であるはずなのに 音の質感が全く違ってて本当に驚きました。それこそニール・ヤングが言っていたように水深何メートルかの違いがあるかのように感じられるほどでした。この件に関してはなかなか興味深い論考がありましたのでお知らせしますって言ってリンク貼ってくれたんですけど、かなりこう長い説明だったんですけど、メールで短くまとめてくれてます。 CD に収められる音が人間にとって過聴域とされる音域に限られていることは周知の通りですが、この時に切り捨てられてしまう 20kHz 以上の高周波が実は脳の活性に影響を与え、音の聞こえ方を快適なものにしているらしいのです。つまり CD からは音の旨味成分が取り除かれているということになります。あー、分かりやすいですね。そうですよね。そして聞こえないはずの高周波音を人間はなんと体表面、体の表面ですね、で受容している、つまり肌で感じているという学説が紹介されています。この説の信憑性については論じられるほど科学的知識が、豊富なわけではありませんが、その場の空気を震わせて鳴り響く、生音を全身で感じるライブ演奏の醍醐味を知っている者にとっては容易に合点がいく話であります。
というもうちょっと長いメールなんですけど、本当にでもおっしゃる通りですね、そのいわゆる倍音とよく言われるものだと同じ だと思うんですけどね、うん、でリクエストはね、フレッド・ニールのドルフィンズ、誰かのバージョンでということで、もう何人もの、いろんなバージョンを、メールで上げてくれたんですけど、手元にあったものを今日、選びました。エディ・リーダーの最新作にボーナストラックとしてライブバージョンが入ってますね。エディ・リーダー、ドルフィンズ。先ほど森進二さんからメールいただきました。初めて、仙台七夕に参りました。昼間のにぎにぎしさに相まって夜は珍妙な光景になります。酔っ払いのいたずら対策とのことです。確かにいたずらしたくなるかも。リクエストはレディスミスブラックマンバーゾーで何かお願いします。なんとローランド・カークです。サマータイム聞いていただきました。今日8月7日彼の命日なんだそうです。そのことを教えてくれたのが柳沢純一さんでした。ありがとうございます。デイケアに通ってらっしゃるということですけど、気をつけてくださいね。あと何か伝えようと思ったら、何だったっけ、何かあった、思い出します。さて、トゥーウェイブルティンボードの時間です。先ほどマッスルショールズの映画の話をしたら、直井さんからメールいただきました。黄金のメロディマッスルショールズの上映についてのお話が出てきましたので、東京での上映情報をお送りします。新宿シネマカリテでの上映は明日8日までですが、9日土曜日からはヒューマントラストシネマ渋谷とシネマと六本木での上映が始まります。ただどちらも館内での一番小さなスクリーンなのでで上映のようですので、なるべく大きなスクリーンで見たい方は新宿へ駆け込みした方がいいかもしれません。そういう私も今日か明日何とか見に行きたいと思っています。ありがとうございます。それから、これは内山理恵さんからですけど、ベナンドジェリーのサイトのリンクをいただきました、はい、ちょうどあのジェリー・ガルシアの誕生日の時にベナンドジェリーズがすごくねいいページを作ってます。ジェリー・ガルシアトリビュートっていうことで、いろんなビデオとかねポスターとかねちょっとした文章なんかは載ってますけれど、ジェリー・ガルシアグレートフルデッドたっぷり楽しめるようなページになってます。そのリンクを番組のブログに貼るのでぜひご覧になってみてください。それから先ほどの LP と CD の違いについていろんなメールがあれからまた来てます。藤山忠隆さんからは、 LP と CD の音の違いはマスタリングの違いも考慮した方がいいですね。 LP 特有のカッティングの事情もありますが、なお私も LP の音が好きです。それから、匿名希望の、 音楽がすごく好きな方なんだけどね、ちょっとでも反論されると思うとすぐ匿名希望にする方がいます。アナログを再生してスピーカーから出る音を測定した時、 CD でカットされた 20kHz 以上の音が出ている例は稀です。アナログでまともな再生を試みるなら最低300万円の機器が必要だと思いますので、思い込みでアナログが優れているなんて思わないでください。アナログはスピーカー部分でハウリング対策のダンピングされているため柔らかく感じるだけです。いやそうは思いません。あ、確かにね、高級オーディオで聞くとそれなりの素晴らしい音はするんだけれども、そこまでいかなくてもね、誰の耳でも分かる違いがあると私は思ってます。さてここでまた一曲いきますね。ジョージ・ベンソン、 This Masquerade。先ほどのアナログとデジタルの違い、もちろんお金が際限なくある人はね、高級オーディオもいくらでも買えますけれど、そうじゃない我々普通の人間のために、竹内さんは本当にねこう献身的にやってくれてて、その LP の音をそのままデジタルで保存したものはやっぱり聞き比べると全然違います。もう毎日このコーナーで聞いててそれを改めて感じてるんですけれど、今日選んだのはマーヴィン・ゲイです。 What's going on? 聞いてください。今笹井明さんからメールいただきました。300万かけないと LP をいい音で聞けない、それは大げさですね。私は2万円の MC カートリッジ、6万円のフォノイコライザー、数千円のインシュレーター、スピーカーを少し浮かせるゴムの足です。ゴムの足です。で LP 感は変わりました。LP の方が CD よりいいということは分かっていましたが、我が家のオーディオシステムで実感することはできなかったのですが、友人のアドバイスで投資してみたところ、
同じアンプとスピーカーと思うかと思うほど音が変わりました。もっともミニコンポ以下のシステムではお勧めしません。また DJ がスクラッチで使うようなプレイヤーもダメだと思います。それぞれオーディオ用のコンポーネントを揃えるのがベターだと思います。打足ですが、アナログ版アナログ LP という言い方は日本でしか使われてないですよね。 LP や Vinyl に統一した方がいいのではないでしょうか。はい、私も同感です。ありがとうございます。このアナログ CD 論争がずっと続いてますね。面白いな。アナログと CD の話ってなんだか目玉焼きの焼き方とかどんなカレーがいいのかそんな話に思えてきたとかCD よりもレコードの音が良かったとしても CD でも良さが分かる曲こそが名曲だと思うと CD 派が言ってみる。まあアナログプレイヤーを買うだけの金がないんだけどな。皆さんありがとうございます。カセット派はいないのかっていうのもありました論外かなさてもう一曲。いやいやいや、このレコードの話キリがないけど面白いな。I'm KC. I know a lot of the rules have been changing with the airlines, especially in the US, about cell phones and how you can use them and when you can use themAnd that's all well and good. I really hope that it doesn't get to the point where everybody can start speaking on their phones in the plane, though. Mm-hmm. Because, I mean, luckily, actually, Japan is one of the few countries where you're not allowed to use your phone on the trains here. But, I mean, when I was back in England in the summer, not in the underground trains, I guess, people are not using their phones there. Maybe you can't, actually. I think the signal gets cut off when you go into the underground. But on the overground trains...People tend to talk all the time, and a lot of the time they talk quite loudly on their phones as well. And that just gets so irritating, especially when you're used to not hearing it in Japan. And places like China too, where people tend to talk fairly loudly anyway. I went to Hong Kong on the train there, and it's like, oh my gosh. Yeah. The Cantonese is a little bit louder than the Mandarin, you know, when right. you speak. So anyway, airplanes, please, let's have no phones. Especially texting, okay. Well, actually, I can talk on the phones. I know you're not supposed to talk on the phones here in Japan, but I got it down to a system. I have a flip phone, and I talk really softly, but I articulate a lot. I'll go, right now I'm on the phone.I can talk very slowly. Can you hear me? Like that, and they can usually hear me, and nobody hears me next to me, so I got it down to a science. So okay. Just as long as I'm not disturbing them, you know, that's all that matters, you know. Just let the rest of the world copy you, please. Okay. Okay. And today being a Thursday, have a good weekend. We'll see you on Monday.